皆さん、調子はどう？化け物バケツ委員会のカメラヤニナと化け物バケツ委員会のイリポン先生です。気をつけてよろしくどうぞ。今回のパプリカ企画はお互いの服を交換してみようという企画なんですけど、ただ交換するだけじゃつまらないので、目隠しをして、どっちでしょう、こっち、どっちでしょう、こっちというように、ルーレット。ちゃんと説明して。人の服を自分でコーディネート目隠しして選んだ方のコーディネートを着るというおパプリカ企画になっております。パプリカパプリカパプリカ。やめないよ。ねやめた方がいいね。モテたいのに。おラッキー。はい、じゃあまずはニーナの服をイリポンが着ます。おお。今回ちょっと私、とあることを狙ってるんで、それが叶いますようにじゃあいきますよ、はい、まずはズボン右がこれで左がこれです。まあ分かんないんですけど、右で、これが基準になるからね。じゃあ続いてトップスで、右はこちら、左はこちらです。右でいいの？本当に？うん、上着、T シャツ、 T シャツ、はい、終わりだよ。上着ないか私じゃあ着てみます。悪かない悪かない、こちらです。なんか悪くない、普通だね。でもこれ結構透けてエッチな、それ透けてないよ何も透けてるよほら、君はすね毛がないからさ本当はね、これセットアップなの。これでこれ可愛くない？セットアップ、可愛いじゃん、タイミングバケモンじゃん。危うくこれだったよ、ズボン。確かにこれやばいね。これやばいでしょ。待って、あ、これは何、体操着コーデ？あ、そう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 、体操着、おうちコーデ。あ、なるほどね。え、でもさ、これ1枚だったとしてもやばいんだけど。確かにキャミソールだけないもんね。そうだよ、キャミ着てないんだよ。そうです、実は。じゃあなんかちょっと次、ニーナさん。じゃあ項目を増やしてあげる。わかった。そして私はこれ持ってきたんですけど、いろいろあったんですけど、あとなんか結構おしゃれないつも着てるシャツとスカートとかあったんで、スカートにすればよかった。これ着たいな、可愛いんで。うわ、完璧せえ、これ可愛くない？独り言です、キュンです。え、何をどうしたの、孤独です。でも、頼む、私だけ旬です。はい、はい、じゃあズボン、こっちか、こっち、右がこっち、左がこっちです。どっちがいい？右。右がいい？うん、じゃあ、はい、どうぞ。どう、あのさ、同時にいっぱいに持ってきてもらっていい？あのズボン見つけた、持ってきた、選ばせた、トップス探しに行こうじゃないのよはい、じゃあ右がこっち、左がこっちです。左。はい、なんかタオル、バスタオルじゃね、左寝たよ。はい、どっちでしょう、どっち。いや、左左ない方あるの、わらわない方あるの言ったよ。はい、次、はい、ネックレスです。はいはい、どっちがいいですか？なんか左からカチカチカチっていうか、これ多分ソフトのやつだろ。右右、うん、はい、はい、じゃあ着てみます。おはよう。いいんじゃね。あ、でもあんたが選んだ帽子、帽子どれ？帽子じゃないじゃん。これかわいいっすか？かわいいよね。はい、できました、完成。じゃーん、いいじゃん。バスタオルはここだった。あー、これバスタオルかも。え、かわいいじゃん、うん、でもこれ全然なんか交換してみてけど、これに関しては選んでない。これに関しては選んでなくてさ、ニーナのさ項目はさ2つしかなかったから。そうなんだよね、だって分かんなかった。企画の意思疎通取れてなかった。いっぱい洋服があるとこから、じゃあトップスをいっぱいパッと置いて、これ
No で、これ、あ、じゃあそれって言うのかと思った。あ、じゃあそれもやってみる。あ、やってみよう、今度今じゃんけんで、負けた方だけがやろう、じゃあそれを。やった、最初はグー、じゃんけんぽいだっていっぱいお洋服持ってきたからやってよ。あー、いいよ、分かった。やった、優しい。じゃあどんどん上げていくから、これっていうのね。じゃあトップス、あ、じゃあズボンからいくね。え、なになにいっぱいこれって言って、野菜じゃない、これって言ってそれじゃないって言って言い訳見ていく。分かった。あ、やだ、待って、私の洋服取られてるの、グミに。やめてよ。いくよ、うん、1個ずつ上げていくから、それじゃない、これじゃないね。うん、はい、それじゃない、はい、それズボン決まった。じゃあ次トップスね。うん、はい、それえ着替えてもらって、終わり、終わりだよ、だって2個しかないですよ。そういう感じだ。なぜそんな即断即決なの。即断即決だって見えてないんだから分かんないじゃん。うん、でもなんか楽しんだらそれじゃないよ、サボと汚染してるちくそうじゃん。見ました。そう、エロい演出だ。はい、こちらです。え、でもさ、待って、こうやって見たらさ、うん、似合ってるよね。まあね、顔が可愛いである。足がすごい、足すごい、ズボンこうで。まさかお前が履く日が来るとはな。というわけで、コーデ交換してみました。どんな気持ち。決めてない。というわけで、いろんなコーデ企画もっと見たいよって思った人、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくね。パプリカ企画でした。パプリカ企画。